皆さんこんにちは今日はね、えー、ヒットエアのエアバッグですね。これ、なんだ、ジャケットじゃんって思ったかもしれないんですけど、実を言うと、これ、エアバッグジャケットであります、はい。ジャケット型のエアバッグですね。これね、非常に私、あのー、愛用しておりまして、えー、便利です。 でここに鳥が上がりましてこれをバイクに引っ掛ける、えー、点灯等でこれがぶち抜かれるとです、ねえー、ボンというふうに膨らむというです、ねえー、そういう仕様になっております。で中のボンベがヒットエアのいいところはこの膨張させてしまった後のタンク交換このボンベ交換が自分でできることなんです。他メーカーカさんんののものは自分でできません なおかつ金額が二三万かかりますフッ屋さんの場合はボンベ一本千五百円ぐらいですでこれ実を言うとですね中のインフレーターを取り外してメッシュジャケットに交換することができるんですねこちらがそのメッシュウェアになるんですけどもこのインフレーターを外してこれにできるこのメッシュジャケットだけ売ってますこれもですね、えー、またエアバッグジャケットになりますはい、で、えー、いくつかカラーバリエーションがありますので、えー、ぜひですね、えー ご検討してみてみくださいあのもうね僕メッ,シュメッシュじゃないのエアバッグをつけてないとなんかそわそわ不安になるようになっちゃいましたねまあエアバッグをつけるエアバッグウェアを着ると他のねおしゃれができなくなるっていう人ももしかしたらいるかもしれないんですけどまあそれはそれでいいじゃないですかはいあのそういう日はそういう日で作れば、ね、で遠出する時とかなんかは特にねエアバッグを着てやるとかねまあ自分なりにこうメリハリをつければいいんじゃないかなと思います、はい で普段僕、青じわじまの時はですね、えー、ベストタイプのエアバッグつけてますけれども、あ,のあれもやっぱり、えー、いろんなウェアの上に着られるので、えー、非常にこう便利ですね。よくある質問、エアバッグ欲しいんですけど、エアバッグ着るとバックパックが背負えなくなるから嫌なんだよなっていう人がね、結構あいますので、今日はエアバッグを身につけた状態で。 バックパックを背負って膨らましたらどうなるか実験。もちろんバックパックとして利用するのはボブルビーですね。ま最近ボブルビーって言わないのかな？ちょっと緩めときましょうね。ここね展開させます。これあの実験用のデモ用のハンドルですね。はい、これをね。バーンと引っ張ったらどうなるかやってみよう。 はい、というわけで、えー、実験してみました。えっ、ー、と結果なんですけど、あの問題なく展開しましたね。このお尻のところのインフレーターもちゃんと膨らんでるし。 あのしっかりとそのと時に当然、この肩ひもが少し引っ張られる形にはなるんですけどそんなに問題なく逃げてますねでちょっとまあ緩めにしておいたのもあってよかったです、でこっちの方がが、ね、ちょっと若干引っ張られる感じはするんですけどもあのちょうどよくその展開したインフレーターがこう内側に逃げ,る逃げているので,でここを通っているんですね。ななのののでで意外なんですけどこのバックパッククパ 紐とインフレーターが干渉しないんでこれ背負ってても使えますね、はい、で首のところもちゃんとあのガードできているので、えー、バックパックをしているとエアバッグは使えないんじゃないかという説についてはあ今回、ですね完全に大丈夫という結果になりました。はいえー、僕のボブルービー えこんな感じであの中身は空ではないですいつも通りの荷物が入った状態で、えー、成功という形が素晴らしいですひとや素晴らしいぜひ皆さん普段からエアバッグを身につけてください